のパッケージがなんか数えてきてね。オッケー。数えてきます。数えてこよう。みんなお友達も、はい、一緒に数えてくれたら嬉しいな。はい、お友達も一緒にぜひ。はい。はい。あと熊本ちょっと大きいのでね、やっぱり近すぎよるかなと思って取り掛かったりするの危ないので。はい。はい、お願いいたします。はい、マールさんの注意点でございます。じゃあ今からくまモンゆっくり回ってまいります。ぜひ周りのお客様にまたこちらの方に戻ってきますからね、そのまま座ってていただいて構いません。戻ってきたら、写真撮影等も時間もございますので、ぜひぜひこちらの方にお待ちいただければと思います。久しぶりです。久しぶりです。ありがとうございます。
頭好きなものたくさんあるばい。頭たくさんおるばい。もう何クマモンも集まるばい、ここで。中ですね、明日、明後日もこの熊本駅、アミプラザ熊本に登場するということになっておりますので、はい、ぜひぜひ皆さん、またこちらの方来てくださいね、はい、詳しくはくまモン誕生祭2023のホームページやツイッターをチェックマしてください。チェックマ、チェックマお願いします。お願いします。じゃあですね、ちょっとですね、ここでくまモンにはですね、ちょっとサプライズになるんですけど、はい、この肥後横浜市場の近くに日池津さんという保育園がございまして、今日ね、その園児さんたちが来てくれてるんだよ。あら、本当だ、ね、いっぱい来てくれてて、実はくまモンにプレゼントがあるそうで、あらららそのくまモンの、ね、プレゼントを、はい、ちょっとサプライズでありがとうございます。ちょっとね、くまモンが受け取れないので、お姉さんの方に受け取ってもらうけど、じゃあどの子かな。一緒に、はい、皆様拍手。
ありがとう。どうもありがとう。ハッピーバースデーとか、ありがとう。クマももらえるか、はい、ありがとうございます。拍手。こちらが私が持ってきますね。はい、ありがとうございます。ありがとうね。ライパンでも振ってくれてありがとう。もうしっかりくれてましょうね。はい、ありがとうございます。なんとサプライズでした。おびっくり、びっくりです。もう涙が出てる。涙が嬉しいね。涙と呼ばれた。あなた忙しいよね。忙しい。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、またですね、さらに